船がこちらに近づいてきます。船？こちらは動物愛護団体の調査員、諸君らがこの火星において不当に生物の捕獲を行っているとの通報を受けた。よって当機の調査を行うため乗船の許可をいただきたい。動物愛護団体？これは地球政府の要請を受けてやっている仕事よ。調査の必要はありません。よって乗船は許可できません。どうするコブラ？許可なんか必要ないさ。信じられない、突っ込んでくる。ここには美人のスチュワーデスが乗ってるな。そうとしてたら切符を買って乗ったのにな。あとでお茶でもどう？あなた、コブラだ。キャプテンコブラ。あなた動物愛護団体の人には見えないわね。そうか、君だって博士には見えないぜ。で、何をしに来たの、泥棒さん。君に会って以来一目惚れ。あれから君のことが忘れられなくてね。あら、そう。ここは地球から1億2000万キロも離れているのよ。なのにずっと恋は距離の事情に反比例する。博士、発見しました。モニターに出して。近いです、この船の真下です。 OK、 行くわよ、準備して。失礼するわ、コブラさん。君はここで一体何をしているんだ？知りたい？ついてきたら見せてあげるわ。